おはようございまてきです。今日は矢作直樹先生のインタビュー動画をお届けさせていただきます。全3回の予定で、今回は2回目になります。で前回1回目の動画では、まず矢作先生の著作やご講演、講座など、いろんなご活動の動機の部分を少し詳しく教えていただきました。でそれを踏まえて、今回は僕の方から質問させていただいたお話になるんですけれども、特に今回は、 一つのテーマとして、いろんな著作で矢作先生教えてくださっております。日本人とか、日本人のお役目といった部分について、詳しく教えていただきました。で、その時にいろんな部分にお話が行き渡るんですけれども、例えば、人間として生きるとか死ぬってどういうことなんだっていう、死生観の部分であったり、よく聞く、中居間というもの、これをね、感じるにはどうすればいいのか。 とか、それから直接的に日本人としてこの歴史とか教育の部分、それから天皇という存在についてなんかも教えていただきました。で、冒頭にはですね、もともと予定になかった質問もさせていただいたんですけど、それは最近よく目にする、耳にする2025年7月、 何か起きるんじゃないかということで、まあ、いいお話だけじゃなくて、むしろですね、ちょっと恐怖を煽るような情報が増えてきてますよね。でこういったものに関して、私たちはどのように捉えて生きていけばいいのかとかっていった部分についても教えていただきましたので、まあ、そのあたりも含めてお楽しみいただければなと思います。で、動画の最後には、ポイントのまとめと考察、書簡次回の予告とさせていただきますので、 ぜひ最後ままででお付き合いいいただけすすと嬉しいですそれでは早速矢木先生のお話お話楽しみくださいどうぞそれでは矢先生にご質問させていただきたいんですけれども今ものすごくですね不安になられている方もいらっしゃるのかなというところで2025年問題みたいなところが結構取り上げられることが多いんですがそのあたりについてどのように私たちは捉えていけば、うん、よろしいでしょうか まあ、2025年問題だけでなくですね、まあ、全てに言えることなんでしょうけれども、まあ、今回の、ね、シンクロチャン騒動だってそうでしょうけれどあるいは今起こっている戦争もそうでしょうけれども、まあ、そういうものにそのどういうふうにその、まあ、向かうというか心得るかっていうことですがそ,それはですね結局今我々この生きてるこの世でですねだけでものを考えれば。 さまざまな出来事っていうのは場合によっては悲惨だったり場合によってはまあ苦しかったりねするかと思うんですけれどもこれがですね肉体を脱いだ先つまり皆さん私も含めて誰一人の例外もなくやがて他の世界へ行くわけですねちゃんと「高い」って言葉がね仏教でもあるわけですけどでそうするとですね そのそっちまでも視点に入れて視野に入れて物事を見た場合にはですね別に人が死ぬつまりその病気や怪我や他殺や自殺やあるいは老衰こういうような形で服を脱いで肉体を脱いで他界するわけですけどこれがですねその行った先はですねこうか不幸か我々ってそうやって服を脱いだあとも生きてるわけなので。 そうするとそっちの世界から見るとですね服の脱ぎ方というのはあんまり問題ではないんですね,ね想像していただければ分かりますけどそうすると、まあ、仮にこっちでそういうさまざまな騒動があったとしてもですねあっちに行っちゃえばまたあっちの,その世界があるわけで、まあ、しかもこっちの世界でのそ,のそういう学びがです、ね、そっくりそのまま向こうに生きていくわけなので。 なのであんまりそのこっちだけで考えるとその、ね、苦しくなっちゃうことでもですね実はあっちへ行ったらば全く違うふうにあの世界も始まるしこっちのことも違って見えてきますのでやっぱりそ,のそういう、えー、一面的ではなくですねまあ両方というか、ね、そういうその服を脱ぐいわゆる まあ、高,い高いのことまでも視野に入れて考えれば何の心配もいらないというふうに思えるんじゃないかなというふうに考えてますじゃあそうですねそうですそういった例えばこう情報とかっていうのが、まあ、SNS とかで結構目についちゃっても、まあ、あまり心配せずにという,うそうですね、はい、あまりというか全くですね、はい、だってそれが何かとしか言いようがないんですよねはい。 っていうのは結局そのこっちで起こってることはまあねいろいろ起こるにせよ全てそれは学びだと思えばいいしそれをもってあっちに行けばまたね繰り返しになっちゃいますけれども、えー、違う風に見えるし違う世界が始まりますので。では今その他界してそちらの世界にということだったんですけれども、うん、私たちがこうして肉体を持って。 こちらののの世界でで生きてていいいるる目的みたいなものっていうのはあんやっぱりその肉体という不自由なものを持ってしか経験できないことを経験する中でいろいろな学びがあるわけですよね。例えばねお釈迦様が言われた生老病死じゃないですけれどもそういうようなものというのはまあ特徴でもあるのでですねだからそういう中で学べることってたくさんありますよね。 肉体があるためにね痛みとか苦しみがあったり、ね、あるいはご飯を食べる喜びがあってみたりとかいろいろありますので,、はい、では経験するためにいうその時に例えば先生のご校長なんかにも出てこられるようなその冷静とか摂、えー、理とかそういったものがあるということを自覚して生きた方がまあもちろんその。 まで考えるっていう部分ではまあねそういうふうに妄想でもいいから思ってみたらっていうような部分はもちろんあるけれども、はい、まあどうでしょうねそのやっぱりそれってその心理って必ずしもね科学のようなもんでわかるわけでもないしあるいはその言葉で、ね、説明できない心理なんていくらもありますからだからそういうものをまああるんだと思って。 見て見るぐらいでいいかと思うんですね。別に絶対にとかねそういう風にしないといけないとかってことではなくですね。でもそういう風にまあ、思いたい方というか <laughs> そうですね。思いたい人は思えばいいし、思い,いはい、思いたくない人は思わなくてもちろんいいと思うんですね。ありがとうございます。はい。ではちょっと次のご質問に移らせていただきたいんですけれども、先生のこのお校長の中であったこの日本人としてのお役目という部分について教えていただけ、うん。そうですね。 結局です、ね、これはですね縄文時代の話になるんですけれども、はい、まあこれはの理屈だってその理解しようとすると難しい部分もあるんですけれども、まあ、要は縄文人たちが残したものから想像していただきたいんですけれども結局全国にある岩倉高山の上にですね大きな石をきれいに成形して積んであるもの。 あれもちろん目的がさまざまですけれどもそういうことができたこの縄文人たち彼らの,その生き方っていうのは当然その、えー、超意識、まあ、これいろんな表現があると思うんです例えばアカシックレコードという人もいれば高次元のそういうその知識という人もいれば、ね、あるいは、えー、何でもいいんですけどそういうようなものとつながることによって自分の役割 っていううのがが分かったようですね当然ながらでそういう生き方つまりに社会を人間の体に例えると私は目だ私は脳だ私は心臓だっていうことが分かってですね目は目の心臓は心臓の働きをするでその時に別に目は心臓を羨ましがったり脳が、えー、目を妬んだりはしませんね。 でそれが全体として、えー、個性として、うん、存在しお互いが有機的に結びつくことで、えー、生きていくわけです。このを大調和というんですけれどもこういう在り方その大調和をですね、まあ、こういう心得というのは縄文人たちが大陸から世界,あの世界中の人々を受け入れる中で失われていったものなんですね。 ただし完全に失われたわけじゃなくて私たちのその肉体の中にもそういうものというのは残ってるわけですね。でそういうようなその大腸はつまり、えー、そういう超意識とつながって自分が何をすべきか何をしたらい,いか自分とはっていうようなことがわかるそういう時代がですね必ず来るというふうに言われるわけですね。 でその時にですねこの大調和をこの何でしょう先進国の中でそういうような意識がですね国民のかなりの割合に、えー、まあ目覚める可能性があるのが、えー、まあ日本人なわけですね。でそういうようなことによってその、えー、大調和の生き方が、えー、ね実現すれば当然その争い事もなくで一人一人がこう 迷うこともなく生きていけるわけですけどそれがですね、やがて時間はかかると思うんですけれども世界にまで普及していくそれによって本当の意味でのその平和な社会が訪れるこの権約が日本人のお役目だというふうに感じてますありがとうございますではそのように自分の役割というものを認識する、はい まあ縄文の人たちがそういうふうに生きられてたということなんですがつな、うんはい、がるというところで大事になってくるのが先生の教えてくださっている中「中居間」というのが非常にまあ忙しく生きてる現代人にとっては難しく感じてしまうこともあると思うんですけど、うんうん、もちろんね、あのー、忙しくというよりはまあおそらく。 頭をその中途半端に使うううってうこととなんんだろうと思うんですけどねつまり残念ながら今の我々の論理思考なり論理思考の基礎になる科学というのは非常に未熟なもんなのでそのただその非常に未熟な科学でさえもその法案ですので一般にそれを皆理解するというのはほぼ不可能だし極端な例を挙げれば。物理学者と称してる人でも その多次元世界の理解の基本になる量子論なんていうものは本当の意味で分かってる人は必ずしも多くないようですしその物理学者の人でも。なので、まあ、そういうような中でですねその頭だけで理解をしようととするとなかなかか難しいですねだから「中居間」って言った場合に何でしょうかって言った時、えー、一番手っ取り早くじゃその中居間」という言葉の,あの理屈を理解するのではなく「 中居間を感じるにはどうしたらいいかというふうに置き換えてみるとですね今例えば息をね皆さんに「はい息を今から止めてください死ぬまで止めてください本気でやってください」って仮に言ったとしましょうで皆さん頑張られると思うんですねだけど頑張ったところでですね「はい今1分経過しました」「5分経過しました」「1時間経過しました」でって生きてる人はいないと思うんですね。 大概はだから息をまたしだすと思うとその息をしだした時にですねまあもちろん息をしだすまでもそうです息が苦しくなった苦しい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 って言ってる時にああ今日のおかずは何だろうとは考えないですねあるいはその苦しい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 2025年問題はとも考えないですねで苦しいじゃあ死んじゃおうという人もいないと思うんですけれども その時に「ああ息が吸えることは本当にありがたい」と思ってる時に2025年問題考える人もいませんねでそういう状態にある時つまり今認意識が完全に向いている時を「中居間」って言った場合に「中居間を」を、えー、実感するのは簡単あ言ったように息を止めるだけでも実感できますしあるいはそれがですね、えー 今例えばですね、喉が渇いて水が飲みたいって言ったときにはね、えー、悠然とその他のことを考えながらね、水を飲みに行くわけじゃないのでですね、水を飲むことに集中してると思うんですね。それもまた中間です。だから中間っていうのは別にその理念でですね、今忙しいからできないとかっていうものではなく、この一瞬のことなので身近なんですね。だからそういうふうにその何でもその理解しにくいものとか。 あるいはねそういうそのなじみのないものっていうのは面倒くさいっていう気持ちはも,も,もちろんわかるんですけれども一つのそういう事例というか例えというか、えー、こういうことをしたらいいよってことを知ってればですねあこれのことだったんだっていうふうにねすぐ思い浮かべられると思うんですね。だから物事はね何でもそれがそのピンとこないあるいはすぐできるかどうかっていう意味での,その遠いものであればそれを近づけることというのは今言ったようにですね 何かすぐできることに置き換えるというようなことでできるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあその今目の前のこととかやってることに意識を集中。そうですね。はい。例えば過去にこういうことがあったからとか悔やんだり、うん、どうなるかなとか考えずに。ね、はい。そうですね。まあ、うん、もちろん反省するのはいいんですけれども、はい、意識をその 過去にこう固定するのではなく、はい、今の目の前のことが、うまくいくために。っていう視点の、この今の視点が中心になるというふうにお考えいただいたらいいかと思いますね。今、か、今から過去を見る、はい、今から未来。そうですね。はい、<ー>はい。ありがとうございます。はい、その状態で、じゃ、生きている方が縄文の時代には多かったというか、皆さんそのように生きられて。のように見えますよ。だって、その。はい 縄文の時代ね、長いその一万数千年の間。その仮に見つかった、そういうその。えー、骨なども、そういう争いの後っていうのは、見つからなかったって、ね、言われてますし。はい。はい、じゃあまたそのように戻ることも、私たちはできるで。そうですね。はい、可能性は十分だと思うんですね。では、えー、その日本人というところで、もともとその。まあ、日本人が持っている感覚として、先生が。 教えてくださっているおかげさまとか、うん、そのお天道さまとか、えー、お互いさまとかですねそういったものっていうのはずっと日本人にこう特有のというか昔からあもようなもちろんそうですね、うん、日本人特有かというと、はい、多分そうではないと思うんですね、えー、もちろん例えば表現は違っても用、はい、の,の東西を問わずそういう部分っていうのはきっとあるとは思うんですけども、はい、ただまあやっぱりその これだけ、ね、ある程度まとまった単位の人間がいるところでそういう文化が残ってるという意味においてはやっぱり特徴的なんんだろううと思うんですねそういった感覚をずっと持ってきてて今言われると思い出すんですけど忘れがちになってしまったというかそういった状態になってしまった原因というかそういったものってり戦後です、ね、戦争で負けて そのいわゆる連合国の代理として占領軍進駐軍 GHQ が入ってきてですねやっぱりその戦勝国に二度と日本が立ち向かってこないようにということでいわゆる文化を破壊しましまたでですすねね、はい、それが結構大きいです、ねはい、だから、まあ、壊されたことがどうこうではなくですねそれがまあ戦争の実相でもあるわけなので。 その中でですねやっぱり失っったたものとととは何だったかといいいうう事実を抑えればいいと思うんですねでそれをまあこれから生きていくね我々ないし子孫にですねどういうふうにそ,の、まあ、それを、えー、伝えていくかっていうことが重要なんだろうと思うんですね。先生の天皇っていうんですねご公姓あちらの中で教えていただいたことっていうのがあの私自身もその平成に入ってから生まれて教えて 来られた教科書のお話とかっていうのは全然見方が変わったんですが、うんですね、はい、はい、だから残念ながらですね戦後っていうのはいわゆるサンフランシスコ平和条約の発行つまり昭和27年の4月28日までの間にですねそういう日本を引っ張ってきた人たちっていうのは各業種の人にみんな公職追放されたんですね、はい、でそれによってですねそういうものに 引っかからない、まあ、ちょっと言葉悪いんですけどそういう意味での筋金入りでない人たちが戦後、まあ、動かしてきたもんですからやっぱりその教育であれば文部省ですねこれがその本来の,その普通のいう先進国の教育ができないようにまあなっちゃったわけで、はいはい、なのでやっぱり重要なことはそういうことを知るつまり文部省というのは 日本人ををを育育ててててるるために教育をしてるんんないんだっっことを知ってですね、はい、あのやっぱりそこは自分たちでもう情報を取りに行くしかないっていうふうにこの知ることでしょうね今知ることというふうにおっしゃっていただいたんですけれども、はい、ここがですね私はすごくこう心が楽になったというかちょっと読んでいくとなんでこんなことってちょっと怒りそうになったんですけどうそうではなくて知っていくことそうですね,ですね重要なことはですね今ほら歴史っていうとね なんか今の感覚で過去をその判断する人っていうのはまあ多いと思うんですけれどもそうではなくてですねではその当時なぜそういうふうな考え方をあるいは行動しなければならなかったかというその動機までも含めてバックグラウンドとか動機ですねそういうものを理解することが重要でつまり過去をその知ることで。 えー、これからにつなげていくっていう視点がやっぱり重要なんですねだからその断罪してもしょうがないことでやっぱり戦争で負けるっていうのはそういうことなんでね自分たちの文化とかで大事にしてるものを壊されるそういうもんですねだから国際法とかそんなものっていうのは戦勝国から見れば好きにいじれちゃうんでね、はい、まあ個人的な意見というか感覚になってしまうんですけど本当にある意味ゆとりと言われた世代で。 教育を受けて生きてきた時にそのすごく失礼なのに戦争というものに興味を持たなかったというかただ歴史の教科書でなんとなく習ったぐらいのやっぱりその実体験してるかしてないかってね当然随分違うでしょうから人間ってあんまり想像力が良くないんでねだからどうしてもそうなっちゃうのはしょうがないと思うんですよ。だから重要なことは そ,のね、そういう体験をした人から話を聞ければもちろんいいんですけどもうほとんど生き残ってないのでですねやっぱりそこはその人間の人間たるゆえにつまりそういう文章なりですね写真からですねその過去をその実体験するっていうようなことをしていくしかないわけですね。ではその文献とかそういったものから、はい、ということなんですけどこの先生のお口の中にもあったように。 トインビー先生があの神話を教えなくなった国が100年以内に滅びるというふうにやっぱり日本で言うと「古事記」とか「日本書紀」みたいなところまで遡って私たちは学んだ方がそうですねだから別にその何でしょうねその字面で理解するのではなくですねそこに書かれてるその。 なんて言うんてううでしょうバックグラウンドというか、ね、動機というかななぜといいいいいうところに思いが至ればいいんじゃないですかね、はい、だから例えばその旧約聖書の中でですね「この天地は1週間で作られた」って書いてあるところを何か錯覚してですね、はい、今のその時間単位で考えてそんなことは不可能だっていうような物言いをする人もいるようですけれどもそうではなくてですねそのいわゆる比喩の部分と。 それからその本当の意味で時間軸が違う部分っていう物理的な部分と当然それから意味が違う場合とかさまざまなものが重なってますのでその中で別にその字面をそっくりそのまま鵜呑みにしろなんていうことでは決してなくてですねだから日本で言えば我が国で言えば古事記もですね当然その でできたのはねねだいぶ後なんですよ、ね、つまり、うんうん、当然ですけれどもだいぶ変わってるんですよその表現が。はい、なのでそういうような字面ではなくてですねそこで何をってところがですね、まあ、残念ながら「その古事記」でもそうなんですけども今風に言えば「上官」と「中間になるんですけども「はい、上中継」になる。この えー、いわゆる「王の最後にまあ神武天皇が出てくるわけですけどもこのなんで神武天皇が生まれたかあるいは神武天皇がその伊ぎの御事あるいはその代弁者の天照大神に何と言われたのかっていうことは書かれてないんですね実は。でそこが実はその重要なんですけど要はまあ大長和なんですね。大長和のためにに立て行けっていうふうふ ね、神々に言われて言ってるわけなんですけど、はい、そこのところがですね結局まあ言ってみたら日本の国柄にも、ね、その天皇というものがなぜできたかということにも関わりますし日本の国の役割にも関わりますし先ほどね大腸話の話させていただきましたけど、はい、そういうようなところっていうのが重要なんですね。なな、はい、なののででそういういことも含めてです、ね、地面を覚えるのではなくなぜ あるいは何ということに思いが至ればいいんじゃないかなというふうに考えます。天皇という存在が、まあ、日本においてどういう立ち位置だというふうにえますだから一と言で言えばだからそれは決してその西洋のその為政者のようなピラミッドの頂点ではなくてですね、えー、国あるいは国民というその民というものの。 中でのそれを扇ととすると要ですね、はいはあ、でここで要で国民がまとまり天ともつながるそういうふうにまあイメージすればいいんじゃないですかね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか皆さんもそれぞれに感じたこと気づいたことたくさんあられるかと思いますのでぜひよろしければですねそのあたりもコメント欄なんかでこう書いて教えていただけますとすごく嬉しいです。でこ,こからはですね今回のの先生のお話僕なりに ポイントのまとめと考察、所感、お話しさせていただきます。まず、冒頭のですね、死生観とか人生観みたいな部分についてなんですけれども、2025年問題みたいなね、ちょっと恐怖を植え付けられるようなね、怖いなーって思っちゃうような予言だけじゃなくて、普段私たちは生きていると、ついついね、こう悲しくなっちゃうこと、悩んじゃうこと、心配事、 それから怒っちゃうようよよななこと、いいろんなものに出会いますよねで。その時に、まあ、その時だけじゃなくてね常に生きていってねどんなことがあってもそれを見ていくいろんなことをこう判断して選択していく基準として肉体だけとかこの世だけみたいな一方向の見方をしない方がいいんじゃないかっていうお話でしたよね。 じゃあそれだけじゃないっていうと何があるんですかっていうとその肉体を脱いだ先、要はこの世的に死んだ後も命というものは続いていくその命の本質というものがあってそれが肉体をまとってるだけだこれをね霊と呼ぶ人もいれば魂と呼ぶ人もいればいろんな呼び方あるけどこういう命の本質がいわゆるあの世と呼ばれるような 物質世界ではない世界でまた生き続けていくんですよ。で、この世でね、こうやって学んだこととかっていうのがそのまま生かされますよという見方もできるよねというですね、そういう提案をしてくださいましたよね。で、そう思いなさいとは矢作先生おっしゃらなかったじゃないですか、ここね、やっぱり大事なんじゃないかなと思うんですよ。要はそう思いたい人は思えばいいし、まあ思えない人は別に思わなくてもいいんじゃないのと。 で、後の部分でね、中居間というものも、その理屈で考えるよりも、どうやったら感じられるかっていうお話も出てきましたし、それから、最後の方の歴史の話でも、地面で理解しようとするんじゃなくて、その背景、動機、バックグラウンドまで考えてみるっていうところを教えてくださいましたね。というのは、やっぱり、この理屈でね、 頭でこねくり回して無理やり理解しようっていうことではなくてどこまで行っても体験によって私たちは自分の知恵としてね吸収していくということが大事だよっていうところをこう学ばせていただけるお話だったんじゃないかなと僕は感じたんですよね でそのまああの世がねあるかとか霊的なものがあるかとかっていうのどうやったら体験できるんですかっていうところもね疑問としては出てくるかもしれないんですけどそれは僕はこう思ってるんですけど要はそういうものがあると仮定してね生きてみる霊的なとかっていう知識ってねいろいろまあ教えてくださってる方いますよね。そういうふういいにに例えば生まれ変わりがあるんだとかっていうふうに思ってて思 生生きききてててみみたたり今までのの自分の人にに起きてきたことをそういういう考えてみる例というものがあるのであればあれから何を学ぶことができたんだろうかとかねその時にもし自分の中で何かあこういうふうなことがわかったぞとかね何かこう心が楽になったぞとかそういうのがあったらあやっぱりもしかしたらあるって思ってもいいかもしれないとねそれが一つの自分の知恵になっていくわけですよね。 まあそれでもね別にそんなことねえよって思うんだったらそれでもいいかなと思うんですけどとにかくその誰かに言われたことをそのまま鵜呑みにしていくっていうよりはやっぱり体験していくというところが重要になっていくのかなと思うんですだから前回のお話でもね矢木先生はその次の世代の人への橋渡しとかっていうところでね教えてくださって いましたよね。で、高齢の方が次の世代の人にって橋渡しをするんだっていう気持ちが大事になってくるっていうところで、もちろんね、その渡してもらう側もしっかり渡されるぞとね、引き継ぐぞという気持ちは大事かなと思うんですけど、その時にただただね、上の世代の人がこうやって言ってるからこうだじゃなくて、それも私たちは 自分の知識で終わるんじゃなくて、知恵に変えていこうというね、ここを忘れちゃいけないよなというところがね、あの、すごく大事になってくると感じました。で、あの、ま、2025年の話に関してはもう、本当におっしゃる通りだと思うんですよ。もうそれが何かですよね。で、それが何かっていうふうに、その、ある意味、なんていうのかな。平常心でいられる状態ですよね。で、えっ、ー、と、それを、 なんかこう無理やりね強がってそれが何かっていうんじゃなくてそういう状態になれるようにいや怖いなら怖いでいいと思うんですよ本当になに地震が来たらどうしようとかねなんか大災難って言われてるけどなんだそれはとかね怖くならなら怖くなるでいいと思うんだけどその怖くなったということは一体何を怖がってるんだろうとかね え肉体がなくなるのが怖いんだろうか今まで手に入れたものを失うのが怖いんだろうかね愛する人と会えなくなるのが怖いんだろうかじゃあそれって一体何だえ死が怖い死が怖いっていうのは死っていうのは何だろうとかねそういうふうに内側に向かっていくきっかけとしてみたらいいんじゃないかなと思うんですね。でそういう死というものが実はね今回矢作先生がおっしゃったように「あ高いってこういう意味だな」とかっていうのが分かってくればそんなに恐れることじゃないかもしれない。 いきなり恐れがなくなるってうわけじゃなくてねそういうふうに思いが至ってそれを自分の日常生活でね何かあるたびにそれに照らし合わせて考えていくとかっていう体験を繰り返していけばもしかしたらそういうねそれが何かっていう状態になれるかもしれないじゃないですか。でだからその怖い怖いで終わってたってねそれでただ終わって。 なんんか損しした感じしませんそれだとね、えー、なのでせっかくねせっかくって言ったら変ですけどそういうふうに思ったのであればそれを起点として内側に向かって探求していくきっかけにしてみてはいかがかなと思うんですよ。そうするとある意味まあ有意義な情報に自分の中で消化することもできるかなと思うんですね。はい で、えー、日本人のお役目という部分でいくと大調和のお話出ましたね。この大調和というものを意識していける人たちがね多くなる可能性が日本にはあるよと。なぜなら昔からねそういう感覚っていうのが結構根付いてきていたから。でもっともっと遡った時にその縄文時代っていうのはこういう時代だったよとかっていうねお話出てきましたね。ね争いの後が なかかったんだとか、ね、でこの辺りに関してはもう一度あの最後に詳しくね初感お話しさせていただきますけどあくまでもねその可能性というふうに矢作先生おっしゃいましたよね。ここを見逃しちゃいけないなと思うんですよ。いろんな意味でこれはあくまでも可能性。日本っていうのは世界の大調和をけん引していく役割があるんじゃないかとそうなれる可能性があるよとおっしゃった部分ですね。 でそのためにじゃあ今ね何をしなきゃいけないかっていうと中今というところでもね出てきましたけど今を中心に過去から学ぶでそれを今生かしてそして次の世代に引き継いでいくっていうところですよねこの時にやっぱり私たちはただただねこう右から左にこう流していくとかじゃなくてね過去から未来に流していくんじゃなくてその過去 でこういうことがあったんだっていうのを知って学んでそれをやっぱり生かしてここでもやっぱり知恵に変えて次の世代に引き継がなきゃいけないかなというところですよね。だからただ字面で学べばいいんだっていうわけじゃないと。でそれから、えー、その過去にあまりこだわりすぎないというところですよね。なんでこんなことになっちゃったんだとかね、えー、これが戦争で負けたからこうでとかどこの国が悪いとかっていう断罪するのではなくて。 失ったのは何かということ。ね。それが物質的なものであれ、精神的なものであれ、どんなものを失ったのかっていうのを、ただ、今から見てね、学び直すと、取り戻すんであれば取り戻すと。で、それを次にどうやって引き継いでいくかというところですよね。で、もう一つはその、失ったんだという事実をですね、忘れないということも大、忘れないというか、 知るととといいううここが大事だよっていうところですねでなかなか今のねその教育の状態ではそれすらも要は日本人というのはこういうのを失ったんだということすら気づかないような、まあ、教育がある意味なされてきてしまったという部分もね改めてあそうだなともし感じるのであれば自分なりに日本の歴史をもう一度学び直してみるというのも大事かなと思いました。 はいというわけでねもう一回最後にですね所感の部分なんですけどさっきねそのあくまでも可能性というところここね聞き逃しちゃダメなんじゃないかと僕が感じたのは何かっていうとんって思よるですよどういうことかっていうと日本人だけがこういうね特徴を持ってるんだこういうね え能力を持ってるんだだから日本人が世界を引っ張っていかなきゃいけないんだとかって言った時点で要は私たちだけ特別だなんて言ってる人がそれどこが大調和なんですかって話になってきませんかと僕は思うんですよそんな人に引っ張ってほしくないなってね要はそうじゃなくてねおごり高ぶるんじゃなくてそれは特徴としてもしそういうのがも仮に、ね、あるんだとしたらそれを体現して ね、こうやって生きていけばいいよって教えていくというかうん教えるっていうとちょっとおこがわしいかもしれないけどでもねその見本になるということが大事なんじゃないかなと思うんですよだからよくねその日本人がダメになると世界はダメになるとかいやそこまで考えなくていいんじゃないのってね別にそうだとしてもそうじゃなかったとしてもやることって結局ねじゃあ目の前の人にどうやって親切にできるかとかって変わんないわけじゃないですかだからそこでなんか そ,のそういう情報を得ることがダメだってわけじゃないし発信することがダメだってわけでもないんだけどそれに触れた時にですねどう捉えるかあだから日本人ってねすごいんだとかっていうその自己肯定感をこう上げるじゃないけど無理やりなんかこう特別なんだとかって思うようにしては本来のその意図とずれていくんじゃないかなと思うんですよ。で もしねそういうちょっとしたなんかこうふわっとした感じを与えて何かのコミュニティに囲い込もうとかっていう目的を持って発信してる人ももしかしたら中にいらっしゃるかもしれないじゃないですかそういう風な見方をしておかないとついついなんかここにいれば居心地がいいなとかっていうので。 ね、あのずっとそこにいなきゃいけないとかっていうことにもなりかねないんじゃないかなと思うんですね別にこれは何か特定の場所とか人とかものを言ってるわけじゃなくてそういう情報だってやっぱり多いしどういう目的でこれもバックグラウンドですよどういう動機でその人たちがそれぞれにどういう情報を発信してるかっていうのはやっぱり受け取る側が注意して 行、ね、かかなななきゃいけないけと思うんですもちろん発信する側っていうのもね本当は純粋な意図で発信し,していかなきゃいけないなと僕自身もねこ今言いながら自戒しているところなんですけどじゃあねあのそういう縄文とかねそういう情報に触れた時にどう感じていけばいいかっていうとあ大丈夫だと、ね、要はそういう歴史があったかどうかっていうのはこれも可能性ですから。 あの縄文時代が本当に争いがなかったのかどうかっていうのは100%は分からないじゃないですか実際にねそういうもしかしたら争いっぽかったっていうねそういうのも発掘されたりっていう情報もあるぐらいですからねで実際にもう今縄文の人たちは生きてないから見てきたわけじゃないし分かんないんですよだからこそそういう可能性なんだなっていうのを忘れずにでもねそういう社会を1万年以上ね築いてきたそういうね 日本人には遺伝子もあるんだだから今まで自分は日本人ってあんまり良くないなって思ってたかもしれないけどあ大丈夫だとねちょっとしたねちょっと戦争でどこあって今ちょっと良くない状況がついてるかもしれないけど大丈夫だなっていうそ,そこの安心の材料にして結局じゃあ今から何していこうとかっていうそっちに目を向けていくその単なるきっかけにすればいいだけかなと思うんです。それ以上はむしろね あまり例えばねその縄文の言葉がどうこうでこれを言ったらなんかワープしてとか分かんないですよなんかそういうふわっとしたものにはまるとかっていうよりはなんかそれだともったいないなと思うんですよだってそれで目の前のじゃあ上司が変わりますかとかね分かんない変わったっていう人もいるかもしれないけどねあのなんか全てうまくいきますかその全てがうまくいくとかねっていうことよりもいやそれも大事かもしれないけど、うん ちょっとかかりづらいいもしれないけど、結局大事なのはそういう情報をね触れた時に自分の内側に向かっていくことで要はねさっき出てきたその霊的な部分とかって、ね、自分で成長させていくとかねそれを体現して周りの身近な人目の前の人にどう影響を与えていくかの方が大事かなと思うんですよだから前回もちょっと言ったんですけど取ってつけたようにあの縄文って言えば何でも OK みたいな風な風潮は僕はあまり どうううかかなっていうふうにも思うしでそれからねあの宇宙人がとかね別にそれが駄目なわけじゃないあるかもしれない、ね、ないかもしれない本当かもしれないし本当じゃないかもしれないっていう可能性の一つという見方を情報を受ける側は忘れない。ね、だって大の大人が寄り集まってね宇宙人があの情報の公開を OK してくれたからこうなんだあなんだとかワイ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 やってるのはいいです。いいでですけどそれで気分が良くなって 家に帰って家族にむすっとしてたら何にもならないですよね,ねそれから宇宙人が言ってるからこうだってそれ学校の先生がこうやって言ってるからこうだって言ってるのと大して変わんないじゃないですかそれ置き換わっただけだよねって僕は思っちゃうんですけどそれはその情報を否定するんじゃなくてそれに触れた時に何度も言うように自分がどう感じていくか、ね、どう応用していくか結局は目の前のことに一個ずつやっていくしかないんですよ。 と思うんですよ。だからじゃあ日本が今ねこうなっちゃって大丈夫かなって思うんであれば、うん、政治の部分にちょっと興味を向けてみる、ね、別に僕は政治に何か強い思いがあってこうやって言ってるわけじゃなくて現実的にそれが唯一ね、えー、一番身近でできることじゃないですかでも自分はじゃあその選挙に出るのもできないとかね何かあってそこまでじゃないっていうならばじゃあ今ねどういう風な人がいるんだろうって調べてみるとかそれからあの身近な人とねあの会話をしてみる。 今まで友達とこういう話したことなかったけど、いや、実は、ほら、あの人を応援しようと思っててさ、とか、え、どう思うとか、ね、それ、あの、不特定多数に言えって話じゃないですよ。身近な人と話してみる、親とかね、おじいちゃん、おばあちゃんと話してみるとかで、だっていいわけですよ。で、そこで何かがちょこっとずつ変わっていくかもしれない。ね。で、その、要は、高齢の世代、ね、まあ、高齢と言われる世代の人たちが、要は、ずっと、 既得権益をねずっと持ってる人たちを応援するから変わらないんだっていうんであればその高齢の人たちと身近な高齢の人たちとちょっと話をしてみるね今こういう問題あったけどどう思うってこのまま任せてていいのかなとかね、えー、いうところとかを話してみるとかっていうところからしか変えれないでその時にそのきっかけになる考え方としてまあ、そういういろんな情報に触れるっていうのはいいんだけどあまりにそっちにはまりすぎてこの地に足のついた生活っていうのを忘れてしまっていつか宇宙人が来て何かしてくれる。 れるだろうではつまらないと思うんですよね僕その生きていくことがと僕の所感ですすいません何かそういうのが好きな方ねいやそれより目の前のこと自分で変えれるものがあったらちょっとでも変えるために動いていける方が楽しいかなと思うんですけどね何かを唱えたらこうなるとかよりもはいと思いましたはいというわけでえ次回一番最後ですねまああの今 ここの起きてること今何でこういうふうにちょっとみんながね不安になってしまうような、えー、世の中になってるのかとかね、まあ、今ちょっとちらっと言った情報の発信の仕方受け取り方とかっていう部分についてもお話しいただきましたので是非ね、えー、まだの方は楽しみにしていただいてチャンネル登録なんかしていただけるとすごく嬉しいです。 また、えー、コメントや高評価なんかもすごく励みになります。えー、よろしければ、えー、チャンネル登録もう一回言いましたね。何回も言っちゃうぐらいね。あの、<laughs> 嬉しいです。はい。えー、自分の主人は自分ということを忘れずに今日も健康でお過ごしください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。自分の主人、えー、もう一回言っちゃった。ごめんなさい、えー。皆さんが健康で幸せでありますように、今どんなことがあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ。今日もありがとうございました。